どこへ行く、太郎。地球へ。メビウスのもとへか。巨大な力の干渉で恐ろしい敵が蘇ろうとしています。メビウスだけでは。今はまだ様子を見るのだ。しかし兄さん。太郎、メビウスを鍛え上げたのはお前じゃないか。それに彼は一人きりではない。ジャパンは日々世間の注目を集めてやる。そこでだ。市民と身近に触れ合い、より愛される防衛チームをアピールするわけです。マスコミが取り上げれば補佐官の株も上がりますし。余計なことは言わんでもいい。素晴らしいアイデアだと思います。おい未来、まだやると決まったわけじゃ。お願いします。で、俺は何をやればいい。ちょっとジョージ。例えば歴代防衛チームや怪獣についての説明とか。それ面白そうですね。さらにはマケット怪獣の紹介なんかも。うわー、やるやる。だよそれ。結局みんな乗り気ってことかよ。でも隊長は今総本部に出張中だし。誰かが代わりに仕切らなきゃなりませんよね。え、うん、たった今君を一日隊長代行に任命する。大事な支えようこそ。こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠に感謝感激であります。皆様の日頃のご愛顧にお応えすべく。一つ、腹ペコのまま学校へ行かぬこと。そう、朝ごはんを食べてちゃんと学校に行って。おい、一つ、天気のいい日に布団を干すこと。一つ、道を歩くときには車に気をつけること。何それ。ウルトラ5つの誓い、君たちのお父さんやお母さんが子供の頃ウルトラマンが教えてくれた言葉だよ。キム、ご挨拶。どんな困難な状況にも耐えうる、まさに不死鳥の名にふさわしい戦闘機なんです。ですが、我がガイズジャパン名物ガイズランチのお味は。ちょっと待って、これが俺たちガイズが誇る統合攻撃戦闘機ガンフェニックス。いいチームになったよな。え、最初はただがむしゃらに突っ走ってきたけど、
今なら胸を張って言える。地球は俺たちが守ってるってな。ウルトラマンと一緒に。兄さん。バカ未来。復讐の時は来た。赤い雨が降る。それが我ら復活の前触れ。赤い雨。は？今あの男の人が。はい。ありがとう。よかったね。よし、次行こう。苦しめ。苦しめて。貴様は呪われているもの。滅ぼされた者たちの恨み思い知るがいい。黙れ！おい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 、ミレ！何やってんだ。どうしたの？リュウさんたちこそ、この声がわからないんですか？今度は貴様が滅ぶのだ、ウルトラマンメビウス。前は誰だ？答えろ！このお兄ちゃん怖いよ。おい、ミレ！やめろ！違うんです。僕は。やだ、一雨来るのかしら。何よこれ。南沢市に異常なエネルギー反応を不足。その直後、赤い雨が降ったという報告が。赤い雨が降る。それが我ら復活の前触れ。呪われているウルトラマンメビウス。鳥山補佐官、念のため現地調査をお願いします。わかりました。誰か僕に行かせてください。君はダメだ。君は市民感謝デーに市民を脅すなんて全く。調査は他の人に行ってもらおうかな。よし、未来、俺と行こう。ヒューさん、誰にでもミスはある。大切なのはミスを繰り返さないことだ。待ちたまえ、勝手な判断は。俺を一日隊長代行に任命したのは誰でしたっけ？それはあの、いいですね、三崎総監代行。お願いします。サリーゴー。はい、サリーゴー。次来時。赤い雨、確かにな。気をつけろ、なんか妙な具合だ。 GIG。 リエさん、アミーゴ。ジョージさん、おはよう。よかった、目が覚めて。あの、僕は一体。未来くん、南沢市で意識不明になったんだ。南沢市。リュウさんが突然空が割れたんです。まるでガラスみたいに。その中に怪獣がいて、そしてリュウさんを。俺がどうしたって？リュウさん、無事だったんですね。無事も何も、僕に異変なんてなかったじゃねえか。異変がなかった？確かに赤い雨が降った形跡はあったが、空が割れたりはしなかったぞ。レーダーも怪獣出現の反応は捉えていません。そんな、確かにこの目で。無駄だ。誰も信じはしない。なぜなら、この声は貴様にしか聞こえないからだ。誰なんだお前は。
異次元人ヤプール。ヤプールは僕と兄さんたちが倒したはずだ。あのさっきから何をそんなに見つめ合ってるんですか。まさかお前らってそういう関係。実は俺たち誰にも言えない秘密があるんだ。ああ、おい嘘だろ。ちょっとやめてくださいよ。何が面白いの。ずいぶん賑やかだな。何を騒いでるんだ。何がそんなにおかしいんだ。人間は愚かな生き物、滅ぼすなど造作もない。その体から出ていけ。騒げばますます立場が悪くなるだけだ。何？ガイツ・ダフブック、マケット怪獣強化用に開発された最新のメテオルツールです。うわ、ついに完成したんですね。いやー、これでガイツの戦力は大幅にアップ、間違いなしですな。でもマケット怪獣の強化なら前にも一度。あ、エゲキミクラスですね。今度のは何が違うんだ、保坂。違いはその強化データの容量および安定性が抜群にいいんです。そう、それそれ。で、実験はいつです。明日の正午。今回はウィンダムを使用、火炎攻撃に特化したファイアーウィンダムにカスタマイズします。さらに実験にはガンフェニックスも参加、模擬弾によるコンビネーションを行います。ヤプール、リュウさんの体に乗り移り、一体何を。お知らせします。運用実験開始まで30分、これよりオペレーションエリアへの立ち入りを禁止します。繰り返します。まさか。実験開始。バトルデコイレベル3セットアップ。行け、ファイアーウィンダム。ビアライ。おお、さすが新型好みさん。次。やっぱりバードンは手強い。ジョージさん、マリナさん、援護お願いします。 GHC。 嘘だろ。なんで勝手にメカオロ。俺じゃない、さらにか勝手に。ジョージ、実験を停止して。なぜこんなことに。説明したまえ。わかりません。こんな事故どう考えても不自然です。つまり誰かがシステムに細工したってことだろう。細工？誰がそんなことを。決まってる、あいつしかいない。未来君？彼が犯人だというのか。みんなも知ってるだろう、昨日からの奴の言動を。それは確かに。でもひょっとしたら奴は宇宙人かもしれないぜ。人間に化けて俺たちを騙したんだ。ああ答えろ。お前は誰だ。どうやら耐えられないらしいな。やれやれ、出張から帰ってみれば大変なことになってるね。迫水隊長、たとえどんな状況でも本物の竜が未来を撃つはずがない。さあ答えろ、お前は誰だ。
愚かな人間どもが。あれは鳥獣です。ありました、ドキュメント TAC レジストコード。一角鳥獣爆心、かつて異次元人ヤプールが送り込んできた怪獣兵器です。最後の仕上げといくか。最後の仕上げ。俺が仕組んだのはミサイルの誤射だけじゃない。俺が何か分かるか。起爆装置。今バキシムと戦ってる戦闘機にはもちろん、基地内部にも複数の爆弾をセットした。これを押すだけで何人もの人間の命が消える。さあどうする、メビウス。それしか手はないよな。ミユさん、目を覚ましてください。無駄だ、早く撃てよ。ミユさん、僕です、未来です。無駄だって言ってんのは分かんねえのか。早くしないと爆弾より先にバキシムが基地を破壊しちまう。一つ、腹ペコのまま学校へ行かること。は？一つ、天気のいい日に布団を干すこと。一つ、道を歩くときには車に気をつけろ。お前この状況分かってんのか。一つ、他人の力を頼りにしないこと。土の上を裸足で走り回って遊ぶこと。ユウさん、あんはよせ。受け、未来。俺の心の炎を打ち抜け。心の炎。ついに撃ったな、その手で。貴様は大切な人間の命を奪った。もうまともに戦うことすらできまい。リュウさん、必ず守ってみせます。
システムが正常に作動しない。マニュアルで行くわよ。クソマリナ GIG ウィングレッドブラスター、バリアブルパルサここは。気がついたか隊長。イエさん、お帰りなさい。ミライ、ん、俺お前と南沢市に調査に行って、でそれからひょっとして何も覚えてないの。あんなことがあったのに。あんなこと、何も覚えていないってことはこれも知らないよね。あー、俺のメモリーディスプレイが。誰だ、俺の心の炎を壊しやがったのは。え、でもそれはリュウさんが。未来、犯人はお前か。ようやく出会えた運命の人。タイヤプールメテオール、この物質を水につければ半径20キロはコッパ水。藤沢博士を保護、リージョンリストリクターを開示する。やめろ。次回、毒牙のプログラム